アッサラームアレイクム皆さん、こんにちは。まずこの南アジア日本語教育国際シンポジウムでパキスタンにおける日本語教育について発表する機会をいただき誠にありがとうございます。私はパキスタン日本文化協会日本語講座の事務局長をしておりますモハマド・リアスと申します。これからパキスタンにおける日本語教育についてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。パキスタンには4つの主要な日本語教育機関があります。イスラマバードに1件、カラチに3件あります。1、国立現代語大学イスラマバード。2、パキスタン日本文化協会新の日本語講座。3、州立カラチ大学。4、市立インダス大学。国立現代語大学イスラマバード日本語講座。国立現代語大学イスラマバードでは、6ヶ月の資格コースと1年のディプロマコースが行われています。ディプロマコースに入るためには、まず資格コースを修了しなければなりません。また、ディプロマコースを修了すると、日本語能力試験のN4 相当レベルになります。授業は月曜日から金曜日まで毎日5時間の授業が行われています。パキスタン日本文化協会新度日本語講座。この日本語講座はもともと1972年にザイカナチ日本国総領事館の運営により開設されました。これはパキスタンで初めて開催された日本語講座です。1976年から国際交流基金の日本語専門家派遣が開始され、2001年9月まで継続されました。2001年の米国テロ事件影響で国際交流基金の専門家が帰国になり、講座も閉講されました。そして、交流基金からの日本語専門家の派遣が打ち切られました。私は2002年にザイカナチ日本国総領事館に加われ、日本語講座のチーフインストラクターとして講座再開の責任を与えられました。そして、2002年4月に日本語講座が再開されました。2003年4月に実施機関はパキスタン日本文化協会に移管されましたが、事業内容は変わることなく、現在に至っています。また、ザイカナチ日本国総領事館の講演をいただいております。この講座は2004年10月から2009年3月まで、JICAのシニアボランティアの日本語専門家の派遣を受けました。今まで数千人の学習者がこの講座を卒業し、日本にある学校、専門学校や大学で勉強しているほか、日本、パキスタンを含めて世界各国でそれぞれの分野で活躍をしています。学者の日本語を勉強する理由はいろいろありますが、最近ほとんどの学者は日本へ留学のために勉強しています。この講座はパキスタンにおいて日本語普及促進に重要な役割を果たしています。この講座にはカラチからだけではなく、パキスタンの各地から学者が勉強に来ます。本講座では1年に2学期があります。各学期の期間は6ヶ月です。学期は4月と10月に開始されています。各クラスの授業は週に3回、1回の授業は2時間で、週6時間の授業が行われています。現在、4ステップのクラスが行われています。
ステップ1、2、3は初級レベルで、ステップ3を終了すると、日本語能力試験の N4 相当レベルになります。ステップ4は中級レベルで、N3 やそれ以上の能力を与えるためのクラスです。本講座の1年の在籍者は100人ぐらいです。州立カラチ大学日本語講座。パキスタン最大の大学である州立カラチ大学では2001年1月から日本語が選択科目として教えられています。カラチ大学は選択科目の一つとして日本語コースを行っているパキスタンの唯一の大学です。日本語を選択した学生は2年間日本語を勉強します。現在、カラチ大学の日本語コースには1年生と2年生の2つグループがあります。そして、週6時間の授業が行われています。私立インダス大学日本語講座。インダス大学では2016年9月から日本語が必修科目として教えられています。コンピュータ科学の学生が1学期だけ日本語を勉強します。週6時間の授業が行われています。カラチ日本語弁論大会。毎年、パキスタン日本文化協会と在カラチ日本国総領事館との共催で国際交流基金が講演団体となり、カラチ日本語弁論大会が実施されています。今年の3月に34回目のカラチ日本語弁論大会が行われる予定です。この弁論大会は日本語普及促進にも、また学習者への意欲を高めるためにも重要な役割を果たしています。日本語能力試験。毎年12月にイスラマバードとカラチで日本語能力試験が実施されています。最後に、課題はいろいろありますが、ここでは一つだけ一番重要な課題について述べたいと思います。この講座は過去十数年、交流基金から日本語教材寄贈プログラムで日本語教材を寄贈いただいていましたが、このプログラムが打ち切られ、2009年3月以降は新しい教材が手に入っていません。ここパキスタンを含めて日本語教材を外国で調達することはほとんど不可能であり、また教材は高価なものばかりなので、当講座で購入することができません。効果的な授業を実施していくには、現在のニーズに合わせた新しい教材の入手が必要だと考えます。以上です。どうもありがとうございました。